こんにちは。私の名前は、リサギア・アディーニ、の妻です。フランチェスコ・デ・ジョコンド。私は、フランス語で陽気な人という意味のジョコンダ、という名で知られていますが、とも呼ばれています、モンナリサ。モンナは、古代イタリア語で女性を意味します。の妻の肖像画を描いたものであるなど、私の正体については諸説あり、謎が多いのです。フランチェスコ・デ・ジョコンド他の説では、この肖像画は次のような肖像画ではないかとしています。イサービル・デ・アラゴン、またはの、コンスタンザ・ディーチ・ジュイン・オフ・アバローズ、公爵夫人フランカビル。またはナポリの女性他の提案では、私はレオナルド自身の恋人、女装した思春期、あるいは作者の自画像、あるいは単なる想像上の女性、レオナルド自身の母親であったかもしれないと言われているケータリナ、手を隠していることから、妊娠している可能性があるという研究結果も出ています。1480年の納税記録で、私の身元を確認することができます。つまり、私は1479年6月15日に生まれ、1542年7月15日、63歳でイタリアのフィレンツェにある聖ウルスラ修道院でこの世を去ったのである。研究者によると、私は未亡人になってから4年後に修道院に入り、そこで娘がマリエタ、